赤津愛くんの見つけてグッジョブ。さて今回は日本製紙株式会社勿来工場さんにお邪魔したいと思います。どんな企業さんだと思いますか？この企業は多分工場系だと思うんですけど、多分なんですけど男性が多いと思うんですよね。女性にはあんまり関係ないんじゃないかな。今回紙を作る企業が多いですね。誰がチョイスしたんですかね？不満ですか？紙を作っていることは確かだと思うんですけど、紙といってもいろいろな種類があるので何紙を作っているのかなって思います。あなたたち日本製紙さんはね、特に勿来工場さんは数ある紙の中でもある種の部門でなんと世界1位を誇る企業さんなのよ。さて実際どうなんでしょうか？見つけてグッジョブ。リポーターのシータンです。本日はこちら日本製紙勿来工場さんにお邪魔したいと思います。それでは早速行ってみましょう。よろしくお願いします。よろしくお願いします。日本製紙勿来工場では何を作っているんですか？はい、日本製紙グループでは用紙板紙など様々な紙を作っていますが、その中で勿来工場は情報用紙と呼ばれる情報を伝えることに特化した紙を製造しております。例えば1枚目に書くと2枚目3枚目に写るような感圧紙と呼ばれるものであったり、レシート、チケット、伝票、そういったもので使われる感熱紙と呼ばれるものであったり、そういった情報を伝えることに特化した紙を作っております。情報用紙の専門工場としては当工場は世界一の生産量を誇っております。国内海外どの同業他社よりも情報用紙に関しては、知識も技量もあるプロ集団だと自負しております。少しお話を伺ってもよろしいですか？はい。今どんな作業を行っていたんですか？はい、完成した塗料をタンクに送る際、異物を除去するストレーナーというものの点検および洗浄を行っていました。またそれ以外に普段はどのような作業を行っているんですか？はい、様々な薬品を調合し情報用紙に必要な塗料を作っています。なぜこの仕事を選んだんですか？私たちの生活に身近で必要不可欠な紙を作っているこの会社に魅力を感じたからです。絶対に使わない人っていないじゃないですか。どんなに小さい子でも絵描いたりとかに使ってるので、そういう面でも誰しもが使うものだなと思って、はい、製造部としては初の女性社員として採用されました。ここで女性の私が活躍し、これからもっとどんどん女性の製造社員を増やしていけたらいいなと思っています。すみません。はい、少しお話を伺ってもよろしいですか？はい、今どんな作業を行っていたんですか？はい、今インクジェット紙の塗装を立ち上げるところでした。他には乾熱紙だったりインクジェットのハガキであったり CCP という複写する伝票などを作っています。この仕事をしていて良かったと思う瞬間を教えてください。紙って水分だったり塗布量だったり 0.1% の世界で調整をしてるんですけども、機械を正しく操作してあげたり、愛情を持ってあげないと機械はこうダダをこねたり動いてくれないと、やっぱりそういうのを見るとやっぱ子供を育ててるような感じに見える時もあります。正直辛い時もあるんですけど、その機嫌が治った時ですか、調子がいい時はすごく楽しくて、やっぱりやったぞと、そういう満足感はあります。本日は日本製紙さんの勿来工場にお邪魔しました。見つけてグッジョブ。さて皆さんいかがでしたでしょう？女性がいましたよ。女性いましたね、はい、女性がいましたね。え、はい、製造部で第1号、はい、いましたね。かっこいい。その分野で世界一ってすごいですね。いわきにあるんですね、世界一。いや、世界一がいわきにあるのは誇りですよね、本当にね。レシートとか領収書とか身近なもので日本製紙さんにお世話になっていたんだなって思いました。よく使ってるでしょ、みんな使ってますね。え、だから便利だなと思うような感熱紙というか複写するやつとかね、それ日本製紙さんが作ってくれてたっていうね。みんながそうやってね便利に生活できるようなものを自分でも作ってみたいなって思いますよね。次回はですね、株式会社ハニーズホールディングスさんにお邪魔したいと思います。それでは行ってみましょう。見つけてグッジョブ。